はい、オートサロンという名の新年の名刺交換会、これからちょっといろいろ回っていきたいと思います。いろんなイベントで見かけるもうフルカーボンのクーレーポルシェ、これロティフォーム実は入ってるんですよね。はい、そしたら今車両の紹介していただけるってことなんで、ちょっとお願いしていいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらは、ボディが全部フルカーボンでして、はい、でベース車両がポルシェの993をベースにしてます、はいはい、でこちらインテリアはそのままで、ボディのみを、その乾燥するパッケージ、まあ、いわゆるタイプ2みたいなものなんですけど、これパネルに貼り付けじゃなくて、なんかそもそも全部カーボンにしてる、スチールを、はい、全部剥がして、はい、もう組み替えてるなるほど、はい、ものになります。かなり軽くなってますか。じゃあそうですね、まあ、重量でいうと、まあ、ボディだけなんで、はい、あれなんですけど、中までやると250キロぐらい、うわ、すごい軽くなってます。でこちらは993ベースで、はい、まあ、いわゆるオートマエアコン付きみたいなもののベース車両で作ったもので、はい、あ、そうですね。でこちらが、930ベース、これは去年も出されていて、そうですね、それはちょっとボディだけだったんですけど、今回の内装も全部ですねカーボンで作り込みました。すごい、海外からの注目度もすごいですよね、これ。そうですね、おかげさまで、まあ、去年の、まあ、19年のオートサロンで、まあ、問い合わせあったんですけど、まだ製品化は完全に終わってなかったんで、そうなんですね、はい、で今年はもう今受注が開始できるような状態になりましたんで、はい、まあ、内外装全部やったものと、お車だけお預かりして外装だけっていうものは、クーレーポルシェだったら全部対応できます。ぜひ、めちゃくちゃかっこいいホイールをかっこいいホイールつけます。すごくかっこいいホイールをかっこいい、うちの扱ってるロティフォームのホイールつけていただいて、ね、はい、ありがとうございます。じゃあもうクーレーポルシェフルカーボンにしたいという方はもうぜひお問い合わせくださいって感じで、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こちら MCC コンプリートさんのブースでございます。はい、なんかめちゃくちゃかっこいいホイールが展示されております。おはようございます。いや、めちゃくちゃかっこいいホイール開いてるなと思って立ち止まっちゃいましたね。 ありがとうございます。これ PC 法事のっていう、あ、本当ですか。そういうメーカーなんですね。はい、鍛造メーカーで、はい、自分の好みのカラーと、はい、まあ、デザインとかで、はい、いろんな豊富な中から選ぶ、作れるんで。いや、いいホイールだな、これ。最高ですね。いいホイールですね、はい、じゃあもう埼玉県PC 法事のお問い合わせは通知事さんにお願いします。今、安倍翔海さんのブースに来てます。で、ステックさんがコラボで出てるんですね。はい、そうです。で、プロテクションフィルムですよね。はい、はい、これの車に施工してあるみたいなんで、ちょっと紹介していただいていいでしょうか。はい、この車自体すべて、フルプロテクションで施工しております。で、ボディ元これ白なんですけれども、もう白のみじんもないですよね。はい、もうすべて貼ってる状態になってます。で、黒の部分、艶消しの黒、ピアノブラックの部分、カーボン、赤い部分、あとその上ミラーですね。ですね、はい、今までプロテクションフィルムって透明っていうイメージが皆さん多いと思うんですけれども、はいはい、今回うちの方、まあ、エステックで出している商品自体が、全て色付きという形、まあ、当然透明もあるんですけれども色付きという部分で出てますので、これから多分いろんなお客さんの、ご要望にお答えできるような商品ラインナップにはなっております。っていうすごく今話題のプロジェクションフィルム、はい、こんなにちゃんとしっかり喋ってる小林さんは久しぶりに見ました。ありがとうございました。はい、おはようございます。おはようございます。ビルシュタインブースです。今回ドイツの方から新しく発表があった、エボリューションシリーズを今回展示してます。でラインナップとしてはエボリューションのエボ S、 ツインチューブの車高調整、ビルシュタインのツインチューブの、そうなんです、新しい、これがエボリューションラインとして、70ミリダウンってすごくないですか、これ。まあ、ツインチューブなんで、最大の、一応春先から、リリース予定になりますんで、ぜひよろしくお願いします。それ部長ありがとうございます。ありがとうございました。はい、で今度は二藤さんブースに今来てみました。なんと展示してある車1221を装着してございます。何インチこれ。20インチのはリム幅ですか。とてもないことは車の教えてもらっていいですか。これベースはですね、チャレンジャーの、あ、チャレンジャーなんですね。はい、デーモンというものです。え、デーモンってあれノーマルでなんかウィリーしたやつですか。そうですね。ですよね。それぐらいの馬力があるものなんですけど、うちはですね、さらに、はい、そのデーモンをチューニングして今回展示させてもらっています。はい、
あれデーモンだって何百馬力、800馬力ぐらいで、そうですね、それが今回のチューニングで1000馬力になるように、はい、すごい。今オーバーフェンダーをつけて全体の幅で230ほどあります。すげえ、2メーター30ある車ってそうないよ。すごい、めちゃくちゃかっこいい車発見しました。はい、はい、何このかっこいい車、マンソリーじゃん。ボンドグループご協力させていただいた C6 さん、東洋ブースど真ん中に、東洋タイヤさんのブースど真ん中に展示させていただいてます。はい、ホイールがアナーキー、はい、AN30 ですね、はい、はい、でもちろん東洋タイヤ、ありがとうございます。で BC レーシングの車庫上で車庫落として、外装は、フルマンソリーになっております。はい、でグリルは後期のパナメリカーナのグリルになってます。しかも塗っちゃってんのかな、これ。はい、塗りました。これなんだかんだちょろちょろ塗ってます。ああ、そうなんだ、はい、すごい。あのこれのイメージ動画も撮って、あの僕編集したのが上がってますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、素晴らしいですね、やっぱ全然ここに置いてあるの違いますね。はい、なんと Q8 もあのボンドグループ、あの制作協力させていただいた車両が展示されています。はい、外装はアプトのエアロで、ホイールも含めて、ぜひ、はい、フロントリップ、リップですね。はい、どうぞ。ホイールは GR22 インチですね。はい、アプトクロスブラックです。ヨーロッパチューナー系らしい、シンプルで飽きのこないデザインで、でわざとこれ今回タイヤが2キゴなんですよ、実は。あの幅があった、はい、幅はちょっとわざとワンサイズでかくしました。ゆとりのあるサイズ、ゆとりのある、はい、ゆとりのあるプロセクセスいいんじゃないでしょうか。いやね、ちょっと見づらいけど、この辺が全部アップと、はい、あとリアウィングが3点式、3点の、はい、1、2、3、4ピース、4ピースパーツ、コート、コーレ、はい、のルーフスポイラーもついてますんで、 Q8 アプトのフルエアロー Q8 でございます。はい、はい、で今ボンドボディの動画であの前に紹介したこともあるローハンさん、はい、塗装のローハンさんのブースに来てます。でこちらダッチの、これなんだろう、チャレンジャー、チャレンジャーダッチのチャレンジャーがダッチチャレンジャーヘルキャットダッチチャレンジャーのヘルキャットが展示されてますんで、ちょっと紹介していただきたいと思います。お願いします。あ、こんにちは、お願いします。2019年の、はい、こう新車をベースで、はい、ダッチチャレンジャーヘルキャットって言います。新車ベースでカスタムされる、これもう新車なんですよ、でオーナーさんは後ろにいるんですけど、はい、でオーナーさんは一度も登録して乗ることもなく、はい、そのままもう預かってもうカスタムに入りました、はい、だから現車はほぼほぼ見てません、オーナーさんは。でこの状態になっちゃってるっていう、そうです。でボンネットはもうこの2019年からはデュアルスクープになってるので、はい、車外じゃないですね、純正なんです、純正なんですよ。でリップスポイラーもこれ純正を今回使ってます。あ、そうなんですね。で、カスタム内容としては、うちはエッジカスタムっていうパーツブランドをやってるので、はい、エッジカスタムの、フェンダー、まあ、何ミリですかフェンダー、これ大体約10センチ以上、15ぐらいですよね、はい、すごいでかいですよ、出てますね。でとにかくワイドなものを僕作りたくて、でチャレンジャーが2008年で2018年の10周年の時に10台限定で作ったこうチャレンジャー S、 S っていうのはスペシャルって意味なんですけど、うん、S としてこのエアロを作ったんですね。でサイドステップ、これ純ノンモルなんですか、これ H のパーツですよ、ですよ、ですよね、ですね。でちょっと光が当たってないので見づらいんですけど、こう一点物でこうなんかフィンが、これフェンダーのこのラインに繋がってる、そうです、そうです、フェンダーのこのライン、なのでどうしてもフェンダーに合わせるとサイドステップを出さないと、なので乗る時だけこう気をつけないと割っちゃう可能性があるので、でこうフェンダーで、フロントもリアもそうなんですけど2ピースここで分かれてるんですよ、上の段とこの下の段で、だってフロントに関してはもうほぼほぼ2ピースでつけてもらわないとバランスが悪いんですけど、リアに関してはこうタイヤを見せたい方はこの下の部分なくてもいいってことですね、はい、こうダクトの部分を外していただいてもいいですし、で、あとはそれに合わせたこうトランクスポイラー、ちょっとここくぼみがあるような造形ラインで作ってます。
であとはディフューザーで、マフラーは出口をカーボンにして、で、あの可変バルブで、はい、タブ切り替えで、はい、そうですね、かけ始めて、はい、で、まあカスタム内容としては、まあ、大体そんな感じです。で、ホイールの説明は、ホイールはあのそうですね、やっていただけるので大丈夫です。もう専門がしっかりと、はい、ホイールが装着されております。これもすごいリップを取ってあって、これ本当にインナーリムと、あのそうなんですよ、実はこれインナーリムなんです。いやもうサイズがないんですよ、こんな太いサイズがないんで、インナーリムをアウターと入れ替えて使ってるんですよ。すごい。だから実はここにエアバルブの穴がついてるっていうのは、実はインナー LG でこっち側に出すやつを無理くりそこに今つけて、あのエアバルブをつけてるっていう、すごい、信じられないあのホイールなんですよ。1221を入れたいなと思って、ありがとうございます。で、この、まあ、今回技術が集約されてるわけなんですけど、まずはこう全体的にこうグラインダーが入ってます、はい、で、グラインダーってちょっと待ってください。グラインダーはこれ入れちゃって、新車にそれしちゃってるってことは、そうです。で、一回純正の塗装も剥いでる、全部そうです、新車の塗装全部剥いじゃって、なんか今自然にこうやってますって言ったけど新車ベースで全部塗装剥いで、そこに全部これ、こういう装飾というか、そうです。で、グラインダーはボンネット、こうフェンダーで、あとトランク。で、グラインダーって基本的に FRP 環境一切入れないんですよね。そうですよ、そうですよ。一切入れないんですよ。これ、ああそういうことですね。なので、そうです。バンパー周りとかはこうグラデーションでこう色を合わせて。そうなんですね。フェンダーもとかもだからグラデーションにこう。そこにザ・ファミリー・ロマリーのこうやってきた技術のラインを入れて、で、これが伊沢さんが今まで作ったことがない新しい技法らしいんですよ。だから大津サロンは初デビューで、これエングレービングって去年ここにインパラ置いたと、ありましたね、メタルペイント総合グランプリを取った、そのエングレービングの上からキャンディーペイントを塗って、なのでボディと違ってもっとこう深みがあるツヤがあるの分かります？これメタルの上からキャンディー塗ってるからこういう色が出るらしいんですよ。で、めちゃめちゃなんかこう層が厚いじゃないですか。で、これ僕これ聞いたんですよ、素人目線で。これってクリアだったら絶対割れてこないじゃないですか。だからこれ実際クリアじゃなくて5年ぐらいかけて作った特殊な樹脂を塗ってるらしいんですよ。ああ、クリアじゃクリアペイントじゃないんじゃなくて、これ樹脂なので、だから割れない、で、汗ない、で、縮まない。すごい。ちょっとこの車震えました。だとちょうどこのホイールがそうですね、合いましたね。これ多分このホイールも飛びすぎてる、ちょっと飛びすぎてるんで、逆にもう飛びすぎてるかける飛びすぎてるだから抜群のバランスじゃないかなって僕は思ってますね。最高ですね。そうなんですね。まあ一通りの説明はこんな感じです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。